今回はスパーク製43分の1サイズのミニカー、2022年スーパー GT GT500 クラス、モデューロ NSX GT、 モデューロ中島レーシング64号車のミニカーを紹介します。このミニカーは2023年4月10日から予約開始、すでにホンダの車両が揃った2023年のミニカーよりも2022年モデルの方が予約開始の時期は早かったのですが、後から予約開始となった2023年シリーズよりも発売は後になりました。2022年シリーズの GT500NSX GT としては16号車が先に発売されていて、2022年スーパー GT GT500 クラスの NSX GT では2代目です。2022年の64号車モデューロ NSX GT は伊沢拓也選手と大津博樹選手によるドライバーラインナップ、このコンビは2020年から継続されている3年目のコンビ。前年の2021年はチームランキング15位で最下位、ドライバーランキングも18位で実質最下位でしたが、前年に最下位だったラインナップを継続している分、2022年の巻き返しを期待する布陣でした。2022年の64号車の成績ですが、開幕戦の岡山では公式練習から最下位、予選では11位で Q1 敗退、決勝は最下位の15位、メイン2戦の富士でも公式練習から最下位、予選は13位で Q1 敗退、決勝は最下位争いでしたが、レースの途中で大クラッシュが起こったことにより赤旗終了、上位車両にペナルティーが出たことによる繰り上がりで64号車は11位になりましたがノーポイント。第3戦の鈴鹿では練習走行で9位、予選は11位で Q1 敗退、決勝はまた最下位争いでしたが、トラブルの車両とペナルティの車両により64号車は最終的に11位になりましたがノーポイント。これまでの成績から唯一のノーウェイト車両となり、もしかしたらの期待の中、第4戦の富士では練習走行13位と安定の2桁順位、予選も11位で Q1 敗退と今まで通り、唯一のノーウェイト車両として期待の決勝は、レース中一時は9位のポイント圏内にいましたが、最終的には11位で前半戦を終えて未だに2022年ノーポイント。第5戦の鈴鹿でも唯一のノーウェイト車両の64号車練習走行は7位と、これまでで最高のシングル順位、練習走行は7位と、これまでで最高のシングル順位、練習走行はシングル順位でしたが、予選は13位で Q1 敗退、決勝はセーフティーカーのタイミングが悪かったとはいえ、いつも通りの12位ノーポイントで終わっています。第6戦の菅生の練習走行では大津選手により1位のタイム、予選 Q1 でも大津選手により2位で今季初の Q2 へ進出、期待された Q2 は伊沢選手の予選タイムで8位、決勝はドライとウェットの難しいレースでしたが7位となり、6戦にして初ポイントを獲得。第7戦のオートポリスでは練習走行8位、予選 Q1 は大津選手により4位、2戦連続となる Q2 進出となりましたが、予選 Q2 は伊沢選手のタイムで7位、決勝は2戦連続のポイント獲得が期待されましたが、決勝はいつも通りの最下位争いで、トラブルの車両により結果は13位、前者がノーポイントの最終戦の茂木ですが、練習走行は14位でいつも通りと思いきや、予選では大津選手により Q1 を超えて Q2 進出、3戦連続の Q2 進出になりました。予選 Q2 では伊沢選手により前線同様の7位、
ポイント獲得の期待がかかった決勝ですが、いつも通りの最下位争いとなり、リタイアとトラブルの車両により結果12位。第6戦スゴーの7位がベストリザルトで唯一のポイント獲得となり、年間ランキングは前年の2021年と同様、チームランキング、ドライバーランキングともに2年連続の最下位でした。2024年3月27日発売、品番 SGT034、 品名モデューロ NSX GT、 モデューロ中島レーシング GT500 スーパー GT2022、 税込み12,100円。台座への記載はモデューロ NSX GT、 モデューロ中島レーシング GT500 スーパー GT2022。 台座の逆側には拓也伊沢、弘樹大津。台座にシリアル番号の表記などはありません。スリーブのデザインは全体的に白でシンプルなデザインです。スリーブの手前にはホンダのロゴと HRC のロゴ、スリーブの上面にはスーパー GT2022 シリーズのロゴとスパークのロゴ、スリーブの裏面側にはスーパー GT2022 シリーズのロゴ、スリーブの底にはスパークのロゴ、ミニマックスのロゴ、ホンダのライセンスとスーパー GT のライセンス、対象年齢14歳以上の表記などがあります。このミニカーと私が撮影した2022年の64号車を比較すると、フロントウィンドの鉢巻き部分が第4戦富士からの HRC40 周年のロゴがあるため、このミニカーは第4戦以降の仕様のミニカーです。2022年シリーズの GT500NSX GT としては16号車が先に発売されていて、64号車は2代目の発売なのですが、先に発売された16号車のスリーブデザインが手前にスーパー GT のロゴのみに対して、この64号車のスリーブデザインはホンダのロゴと HRC のロゴで、同じ2022年仕様のミニカーで統一されていないのが気になります。2023年シリーズの GT500NSX GT でも100号車だけが異なるスリーブデザインでしたが、個人的にミニカーの細部よりも気になるので2022年仕様も統一されなかったことは残念です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今後も動画制作を応援していただけるなら、引き続きチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。